動画見てくれてありがとう。ありがとう。我々お願いします、海賊団のグッズ現在大人気発売中でございます。みんなたくさん来てくれた、買ってくれた報告本当にありがとう。ありがとう。 T シャツ、パーカー、マグカップ、スマホケース、全部で4つありますので見てみてね。ありがとう。ありがとう。まだね、一応現在発売中なので、この動画の概要欄からぜひぜひ気になる人は見てみてください。そしてたくさん来てたくさん使ってください。ありがとう。はい、回しました。回ってます勝負したんだよ、どっちが喋んないか勝負。あ、その勝負だったの。いやいや、ずっと帽子のセッティングしてるからえ、俺回したって言ったよねと思ったけど、なんで回したの。いやいや、だってよくあるじゃん、もうここの部屋は時間が限られてるから常に回すっていう、うん、すげーなー、貪欲だよ、ね、いやいや、だってさ、いつも適当に回すからさ。貪欲だな。なんか話ある人ないよなんも俺さっき別に話ってことでもないけど、ないよ。さっき普通にマック食ってたの。あのマック、この前俺ボイトレだったから、うん、1時間ぐらい空いてるから。後ろと被ってる俺もだよそれ言ったら俺もだけど、後ろが、いやいや、みんな被ってみんな消えちゃってない。大丈夫大丈夫か、すげえ被ってる。今気づいた。まあいいや。それでマック行ってて、はい、うん、まあ普通にもう本当に素だった。素素、もうなん、もうただ普通に素。こっちのお酢なわけないだろ。いや、そっちだろ。いや、いや、なんでビネガー、ビネガーの方じゃないでしょ、俺。なんでマック、どういうこと、マックで俺、今日は酢かけた話。いやいやいや、そいつ、やばくない、その匂い。周りの人めちゃくちゃ迷惑になっちゃう。何お酢かけないでしょ、お酢かけた話。違うよ。何ないよ、そんな。聞きたい、寿司食いた、今日。寿司食いた。俺の話させて寿司食いた。いや、こんなに。寿司食ってんの。寿司食ってんの。君たちがないっていうから俺話してたのに、全部上書きしないで。しかも大した話じゃないんだから、スッと話させて。ここまで引っ張ったら、なんでもないよ。何めっちゃ刺さったの、だから。で、ふっと前見たら、この人が普通にビッグマック食ってたって話。グランドビッグマックえ、そういう時はどうする。いや、最初びっくりした。俺もでも俺も見た時目はあったんですよ。え、気づかなかった。ちょっと早く気づかした。遠かったよね。そう、俺の方が、いや、同じタイミングだったと思う。すごい遠く。いや、あの六本木のマックあるじゃん、あそこの端と端ぐらい。えー、よく気づく。端、あ、縦じゃない、あの横の端と端。縦はえぐい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 。逆にすげえ。あの、まあ、こっからどこだろうな。まあ、ちょっとその机の途中でしょうね。奥ぐらいまで。奥ぐらいあるか。そうかそうか。うん、で、こうパッて見たら佐藤さんがいて。ビッグマン。グランドビッグマン。で、一回目。で、一回俺をスルーして一人で食べたいっす。一回俺出したの。うっ、押すって。これ俺佐藤さんね。こうやってパッて気づいて。でも俺はもう食べ終わってるから、食べ終わってもう時間待ちで、ただ漫画見てるだけだったから、もう、あ、佐藤さん、俺そっち行くみたいな出そうとしたら、もうやっぱグランドビッグマックって集中しなきゃ。ビッグマックよりでかいんだよそれで一回スルーしたんだけど、でも俺がずっと見てたらさすがに何グランドビッグマックって、何ちょっと大きいですよ。大きいのあれ。でも食べたことないか分かんない。出たの、そんなの。うん、ちょっと初めて食べて、今日お昼食べてなかったんで。確かにその時は来てほしくないかな。ちょっともう一人だって、一人でいる予定の場所だもんね。グランドビッグマックなんで。ねえ、そうだね。いや、グランドビッグマック会話するんじゃん。そんなオス、わかる。そんなオスでも俺も別にそんなにどうしようと思ったよ。でもそこでさ、スルーしてここにでもなんか変じゃん。どうするじゃん、自分だって。行けばいいじゃん。俺行った、俺行った、俺行った。全部片付けて、ちょっとあるから。そう、片付けて来るまでに食べちゃおうかなっていう。グランドビッグマック、それですげえ急いで食った。向こうが気づいてないんだったら、すっと避けて逃げる。下の階に出た。下の階ってこと。あ、でもそうか。え、このメンツでも。ああ、それはまあ一応ね。一応だよ。一応の意味が分かんない。いや、ここ別に王じゃん。ここは別に王じゃん。ここはいいじゃん。もちろんその何、あ、顔知ってるけど、うん、そんな絡みないしだったら全然分かんない。ちょっとあれ、ちょっと気使うなっていう時はもちろんするけど、うんうん、その後なんか挨拶して、ああ、じゃあまたになるんじゃなくて、ご飯も一緒に食べなきゃいけないでしょ。いやいやいや、そんなことやってたんだよ。食べなきゃいけないってな。なんか挨拶で、ああ、おお、お客来てるんだ、あ、そっか、じゃあまたね、みたいな。じゃあいいんだけど。何それ。やっぱ一人が好きなんだ、じゃあ。いや、だからそこが厄介だよね。ほんで、なんかこの、食べるとき、俺すごい好きなのが、
車を運転しながらご飯食べるのも大好きなの。いやダメでしょ。えダメじゃない。ダメでしょ。あんまこうやってってこと。そうそうそう。ダメでしょ。ダメじゃないでしょ。ダメではないダメでしょ。ダメではない。そんな危ないでしょ。危なくないって全然。何食べる。例えばおにぎりとか食べやすいものしか無理だけど。でなんでかっていうと、何かをしながら何かをやるのが好きなの。ながらがいいんだ。あの要はなんか得した気分になるの。いやいや、二つの物事が動く。なんなくない。いやでも、なんなくない。どうなんですかそれ。それが好き。だから食べる時も、うん、例えば見たい映画、うん、あ映画もいけるドラマ、うん、あの映画館じゃなくて、例えば、うん、あお家でね、うん、お家とか、うん、あの今外だったら、まあ、分かりますけど、ね、そのパソコン開いて見るとか、うん、だから何かをしながら何かをするのがすごい好き、うん、え集中できなくないですか。それ集中することではなくて、あそう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 、あくまで生活の一部でね。あなるほど。集中しなきゃいけないようなことだとそうはいかないんだけど、はいはい、だからそれが私好きだから、うん、その時に来られるわけでしょえでもマック食いながら何やってるんですか。逆にマック食いながら多分そのマック食うだけですよね。あそしたら絶対2つで、はい、ネットが繋がんなら完全に Amazon プライムの何かを見る。あ、見ながら、見ながら、外でも、外でも、貪欲だ、貪欲、外でプライム見なくない、見ない、うそ、重いってか、ギガ制限やばいじゃないですか、まだネタあるとこでしょ、あ、だから、そうだ、ネタあるとこ、うん、ないときは、ないときは、あの、今度は、うん、携帯に入ってる、うん、ラジオか落語を聞く、あ、うん、すげえ、僕もでも食べてるとき絶対なんか聞いてる、ラジオ聞いてる、ほら、そういうことよ、ラジオってあの今ラジコとかやつ、あ、だけどもうラジオが入ってるね、アプリじゃなくて、あの、アプリか。まあ、それ聞くやつ、ね、聞くやつか、はいはい、ダウンロードして、そうダウンロードして、ラジオってあるんですか落語とかってあるんでしょ。俺わかんないんだけど、例えば、なんか落語好きなんですよ、星さん。へぇ、小田先生と一緒じゃないですか。えそう、ワンピース小田さん落語めっちゃ好きなんです。マジで。そうそう、えだ今の和の国編は結構落語ネタがいっぱいあるんですよ。めっちゃ実はなんか気が感じたんじゃない。いやいや、そんな友達になれそうな感覚で言ってるけどそういう感じじゃないから。そうそう、落語聞くんだ。落語好き、ながらなんだ。でも確か俺も今日あれ漫画見ながらだった。ああ、そういうのでもいいと思う。マック漫画見ながら無理じゃないですね。まあ食べにくいけどね、マック漫画ね。だから俺は左手はポテトハンバーガー用、右手は携帯、うん、だから混ざった日にはもうテンション下がっちゃう。行儀悪いタイプだ。行儀なんでこっちはオッケーなの。俺らはこう耳だけしてる。そうそう、確かに。別にマックってこう止めなきゃいけないの。でもグランドビッグマックは絶対これじゃ無理。グランドビッグマックはいいよ。これじゃ無理。そんなでかいの。そんなでかいの。あそう、俺漫画あすごいね、器用だね。俺食いながらこれは無理だわ。あ、そうなの、うん、絶対だながら無理だね。だからあ、でもそこに集中するんだ。集中して食べたイメージもないですよね。でもぼーっとして目つきがね、こう蹴りイメージさあこれこのこのイメージが最悪じゃない。いや、ほんとそんな人いる。本当にちょっと熊できてすごいつまんなそうじゃん。いや、ほんとそうです、ほんと。え、楽しいの。え、食事が嫌いなの。なんか嫌な思いなの。まあ食事、そうす、嫌いじゃないですけど、そんなテンション上がるイメージもないですよね。まあまあ、確かにね。うまいもん食ったらうめえってなるじゃん、うん、あんまないよね、よく思ったらうめえな、まあまあ、しかないね。うまいなーってレベ俺らで言うこの下のぐらいのうめえなうめえなーは言しか言わない。うまってなんない。うまって言う、うまってうまって気持ちの話。ツイッターはうまかった感じ書きます。ああ、確かに。嘘つきですよね。嘘つきだ。嘘はついてない。嘘はついてない。うまいからうまいって言ってたけど、あんま感情だからこうなんないタイプだよね、うん。でもすごいね、それはそれで。ほんとね、ながらってむずいですね。でもね、やるとしたら唯一ながらなんかないの。あ、だからラジオ聞きながら仕事するぐらいで。えっ、うん、仕事するの。編集、編集か。あ、編集、まあ、編集は無理、耳つかなきゃ無理だけど、例えばこうなんか書き物するとか。書き物書き物書き物下試しがだっていや、ほんとに言い方がいいですね。すごいじゃん、言い方かっこよく言うと。あ、データ見るとかね、そういうのはですね。書き物って言い方はラジオ家で行くの。ラジオ、まあ、のあ入ってるからね、ラジコっていうさ、はいはい、アプリが入ってるからパソコンで流せるから今、はいはい、そうか。仕事の時はあんまなかなかやんないな、逆に、集中できなくなって。編集ってながら無理だよ、ね、あ、編集は無理、さすがに。編集がね、なんかもっと編集しながらなんかできたいんだけど、目も耳も手も使うから、もう全部使う、ね、足ぐらいだよね、あとマジで。足つぼとかじゃない、マジリアルな話。いや、そこまでしながら求めないでしょ。何もしないともたないなって。編集でもテレビつけてラジオつけてやってます。いや、無理でしょ。あー、なるほどね。え、何個あんの。耳は無理じゃない。え、ラジオとテレビをつけんの、どういうこと。どういうこと。確かに、イヤホンでやんないよね。イヤホンでやんないです。
でもイヤホンじゃない方が正式な音っていうのを聞いたことがあって。なるほどね。そうか、まあイヤホンでやんなくても無理じゃん、他の音が入ってきたら聞こえねえじゃん。ん？ケイさんみたいな運出してる。あれです、今君が普段から君に言ったらじゃねえよ、ちゃんと聞こえる。やっぱイラッとしました。いや、イラッとしないけど、あの運はケイさんの運だよ。いつもちょっと都合悪くなった時に使う。でも聞こえないじゃん本当に。いやでもまあここですよ基本は。で面白い話になったら聞きますこっち。あー、じゃあほとんど意識は言ってないんだ。あくまでテレビは結構見ますね。自分の気になったワードだけ耳傾ける。無理だな。ラジオもテレビも、だからどうしたらミスがあるんだよ。2個ぐらいあるよ、毎回。なんかしらだってこの間あれでしょ、オープニング古いやつだった。だから星さんいなかったから。あれはしょうがないですまあまあそうね、星さんいなかった。あれ入れたんですよ、私の。そうなんで入れて、入れた後にメインみたいな調べ方しちゃって、またなくして、で、おわったと思って入れたら昔は。僕もいないんで。ホスさんなしでした。まあ、たまにはそういうのもあるよね。たまにはね、なんかそういうのやっぱまだ新人っすから。新人っすから。新人っすから。大変っすね、じゃあね。いやいや、その方が楽しい。では、つまり、つまらない時間も全て楽しい時間にしたいわけよ。素晴らしい。例えば、渋滞、車の渋滞大嫌いなの。ああ、嫌だね。大嫌い。でも別にラジオか音楽流れてるじゃないですか。ああそう、だからできるだけ楽しい時間にしたいから、車の渋滞が嫌いで。でもラジオってさ、面白くないラジオもあるでしょ。あんまそんなに別に興味がない、ね、面白いラジオしかないけど。急に頑張る、急にやべってなってる。急にやべってなってる。どっち自分にとってね。自分にとっては面白いラジオしかない。いや、そうでしょ。好きなチャンネルだったらもうそれだけ流しておけじゃない。そう、それでいい。どういうラジオ聞くんですか。ナックファイブとかじゃないですか。ナックファイブも聞く。ナックファイブ聞く。だって向こうのそっちの方じゃないですか。そう、そっちの方だから。ナックファイブばっかり聞くね。僕はもう F 横しか聞かないんですよ。ラジオ詳しいね。F 横も聞く。なんで地方のしか聞かないんですか、聞かれる。F 横も聞く。だから、あの日の間だったら、いいねでしょ。そうです、いいね。今日聞いてきましたけど。詳しいな。詳しいな。ポズミね。ポズミ。ポズミ。あんま YouTuber でそのラジオのさ、ピンポイントの絵の人にファンの人あんま聞かないよね。で、午前中の藤田さんのやつ好きだしね。あー、はい、わかるよ。でも、ナック5の今度そのいいねの時間帯と昼間の時間帯もちょっと聞いてほしいの。何やってんですか。ゴゴモンズ。あー、ゴゴモンズ。あー、昔聞いてました。詳しくないね。三遊亭、鬼丸。はいはいはい、やってましたね。ちょっとね、いいねは、まあ、FM っぽいって言ったりとか、少しおしゃれ感がある。おしゃれ感ありますね。でも、ナックファイブのそのゴゴモンズは、お笑い感。あ、確かに。すごい、それが楽しい。あ、ありますね。最近全然聞いてないですよ、でも。で、そのゴゴモンズの、アシスタントの女性の、はがきが来た時にはがきの人に答えるありがとうの言い方がすごい癖がある。あ、わかるー。めっちゃ癖ある。めっちゃ癖ある。確かに。もう忘れないの。最初イラだったけど、やるやん。ありがとう。ありがとう。そうすごい癖ある。わかる。めっちゃわかる。すげえね。最初ねちょっとイラッとしたもん。でもだんだん聞いてると好きになりますよね。そうなの。何なんだろうね。マジックですよね。マジックだよね。あれも欲してる自分がいいんだもん。もう普通のありがとうなんかどうでもいいんだよ。ありがとう。なんかそっけないぐらいな感じなの。違うの。何なんだろうね。まあ、癖がなんていうすげえ聞かなきゃ分かんない。あんなありがとうを開発したいけない。いやいや、分かるわ。聞かなきゃ分かんない。歴代ずっとあんな感じですよね、多分。あ、そうなの。決まってんだ。昔からあんな感じですか。変わってます。分かんない。変わった。あの人になって、その人のしか聞いたことがないから。あんなになんか言い方が確かに特徴あります。すげえ癖。でも、ああいうので多分こうやって俺はハマるんだから。ああいうことなんだな。結局特徴なんだよ。だから声だけだからね。特徴づけないというね。ラジオでも聞いた方がいいっすよね。聞いた方がいい。聞こうじゃん。逆に変に僕芸能人のラジオとか全然聞かないんですよ。ああ、ラジオ、ね、芸能人の芸人さんのやっぱ面白いですよ。面白いですよ。やっぱその芸人さんが好きなら聞けるんですよ。いや、好きじゃなくても知らない人のは。いや、やめてください。いや、すげえ。いや、面白いね。すげえ。もう、あと一人ですよ、今。知らない人のはちょっと聞けないんですよ。まあまあ、うまく白く白。まあ、伊集院光のラジオとか聞いたことある？あ、ないです、ないです。なんかやっぱりでも芸人さんちょっと言ってちゃうんですよね。面白いの僕求めてないんですよ。だからラジオに何ですか。どういうこと。ラジオにエロ。すげえどっちかっていうと、もうちょっとこう視聴者寄りの方を求めてるんですよ。ハガキ投稿とか。芸人さんのもありますもんね。あるもちろん。大体ハガキの場所はあるよね。場所あります。時間帯は
ある？ある、もちろん。俺が聞いてるやつないよ。どういうことないんでしょ。いや、ないよ。ナイツさんのやつとか、日曜日とか土日でどっちかやってるじゃん。ナイツさんのは、まあでも一人、あれいますよね、アナウンサー。ああ、いるか。アナウンサーいない方が面白いですよ、芸人さんのは。あ、空気感怖いじゃん。ああ、なるほどね。爆笑さんも日曜日と火曜日にやってますけど、火曜日の方が。ああ、そうだよね。絶対ディープになるんだよね。なるほどね。人がいない方がいいんだ、本当は。話がディープになるね。昼間やってないもんね、芸人さんのラジオね。あ、そっか、ケイさん、振り返りで聞いたりしないんですね。ああ、聞かない。タイムフリー機能でいくらでも聞けるんでね、今。ああ、ラジコぜひ皆さんね、回しもみたいなラジオ屋さん。そうそう、あんまりあれ聞かないわ。生配信、いや、高橋さんハモんじゃないですか。聞いた方がいいと思いますよ、そのトーク。ラグコも聞いてよ、だったら。いやいや、聞く聞く、田さんが好きだったトーク勉強でいいですよね。聞くよ、すげえ。最終的に俺に集中してきた今。聞いてない人が悪っすよね。いやいや、いや、やばいやばい、やだな、あれ。最終的に全部俺んとこ来るやつ。今まで貯めたやつ全部ここに来る。はい、じゃあ長ラジオします。はい、ちょっと感想言わ。じゃあパソコンでできる、できる。パソコンなんて、もうラジコで検索すれば、ね、携帯にもありますよ。うん、携帯もラジコ、ラジコ、うん。落語、落語はね、CD とかね。あ、今落語アプリとかないんですかね。あ、もしかしたら世の中あるかもね。あるかもしれないですよね。もうちょっと聞いてみよう。欲しいわ、生のも聞きに行ってほしいわ。あ、じゃあ連れてってくださいよ、落語。なんで一緒に行くのなんだよ。一緒に行こうよ。いや、いいけど、でもいいけど。いや、わかんないから、一人だとさ。確かに、まあ、どれ聞くかによってね、また変わっちゃうから、うん、確かに。難しいもん、まだ難しい。落語はわかんないわ。確かに、わかんないな。はい、じゃあみんなもラジオと落語を聞きましょうという回でした。どんなタイトル、おしまい。どんな内容だ。